皆さんおはようございます。衆議院議員の原口一郎です。朝のご挨拶 B です。じゃん、これはクリスマスローズを掘り上げて、そして古葉を切ってですね、古葉ってもまだこうやって残ってるやつっていうか、古葉しかないのもあるんですけど、土を耕して、そこに新しいその水はけのいい、しかも水持ちのいいもの、赤玉土とですね、鹿沼土を混ぜたやつを入れて土を再生しました。で、ここもすごいジャングル化してたんで、草を取って、で、向こうがもう特にすごくてですね、春植えたやつがさすがに手入れなしだったんで、日陰で徒長してたのもあってですね、マーガレットは消えてますね。マーガレットは向こうにちょこっとあるぐらいで消えていて、まあしかしクリスマスローズを救えたのは、まあ、何よりだと思うし、パンジービオラですね、ビオラを買ってきて、植えてます。で、もうちょっとこう少し徒長気味なんで切った方がいいかなと思うけど、まあ、ちょっとこのままやってみます。手がないんで。そしてオキザリス君を5つもお迎えしました。5つですね。で、このバラもすっごいこう、おはようございます。おはようございます。あっちが木工バラですけども、もうすごかったんで思いっきり切って、こんな挿し木にしようと思ってます。まだこうやって、で、南のこの水なしゾーンはやっぱり、こういう水の少ないのでやってですね、そしてじゃん、もう昨日思いっきり買い込んで、チューリップ、そしてラナンキュラス、アネモネ、そして嫁さんあんまり好きじゃなかったからユリはうちはないんですけど、まあユリもこうやって、ユリで、ニンニクが高いんで、ニンニク40円を買ってきました。ニンニク、これニンニクをですね植え付けます。これニンニク、そしてこっちの方行くと、やっぱこのこれが上から落っこってきて、あいた、これですね、バラの生育を邪魔するんで、で、新しくお迎え、これですね、これなんていうんだろう、1メーターぐらいになるそうですけど、ゴールデンレインボー、これをお迎えしました。綺麗だったんで。そしてこれはリシマキア、リシマキア、あの寄せ植えにいいんでですね、まずちょっとここで養生して、で、ラナンキュラス、ラックスは出てきません。草はこうやって出てきてるけど、今4つようやっと出てきたみたいですね。そしてヨーロッパに行くと窓際から垂れてるこれ、これをお迎えしました。本当はね、あそこに置いときたいんですけどね、ちょっとしばらくここで養生してでかくなるのを待ちます。いやー綺麗ですね。やっぱり水腐葉、これもちょっと増やそうかな。庭で植える分はいいですからね、自分のところでね。水腐葉、で、これはもうやっぱりキュウイさんはなんとかしろと言ってますね。これもうビワにもたれかかって、ドンファン4号復活しましたね。あ、ストロベリーアイス、綺麗です。
衝動買いして枯らしたやつが3本。うわー、もったいない。サマーレディと朝雲は生き残りましたね。なんとかやっぱり手を入れてないと。これ絶対虫食ってる。消毒ですね。みかんもここまでなったけど、 この芽は描かないといけないですよね、多分ね。これも虫だ。まあ虫がいるってことはそんだけ元気ってことで。今日の朝の応援団、クモ太郎。クモは嫌いな人がいるんで、僕は全然嫌いじゃないです。もうニョロ系がダメ、ヘビがダメ。もうヘビはもう見ただけで、なんであれも、もうなんであれゾーッとすんのか。で、ちょっと記録のために回っとくと、ああ、ジニアは今年は遅かったんで、ですね。そして、絶対に記録しておかなきゃいけないのが、これ。クレマチスです。クレマチスは、これはもう全部枯れてるんだと思って捨てようとしたんですけど、昔ね。まだ園芸の知識が全くなかった時に。これ枯れてんじゃなくて、こういう風になるんですね。根っこは元気です。で、刺身はいつも失敗するんで、だけど、こうやって、底面給水して、挿し木にしました。これをね、これクレマチスの、ロウ口。底面給水。で、こっちの、この子はまだ元気に、プリンセスダイアナですね。ダイアナ様は綺麗に咲いてるんですよ。これ。多分、あれが間違ってなければ、これはプリンセスダイアナ。そしてこっちのクレマチス。これますます元気ですね。あっこに、名札があるんだけど、取りに行くと多分バラに刺される。よいしょ。なんじゃ、柿をこれ柿をさんですね。で、一応種はもう取りました。やっぱりね、あの本体を、えらいなんかな、種をつけるってすっごい植物にとってもエネルギー使うみたいですね。それはそうですね。次の世代に送るわけだから、花よりかそっちに力を入れるみたいで、こういうあの花の跡、これがなんかふわふわの綿帽子みたいな種になるんですね。で、一応ついてたやつは埋めました。埋めて、どこに埋めたかっていうと、ここに埋めたんです。これです。これがクレマチスの種らしきものということで、君頑張って生えてきたまえ。まあこんな感じですね。ちょっと全体を見てみると、ここも相当力入れたんですけど、これも剪定してあげないとダメですね。バルーンが飛んでるはずなんだけどな。で、この子は多分雑草、もうすっごいトゲトゲで、あんなに切ったんですけど、まだすごい元気。ここに植えてたやつはみんな徒長してしまってる、この子に負けて。で、あそこにチューリップを植えようと思って、バラもや枯れちゃってますね。手前のバラ枯れてる。おっと、車じゃ。ご覧になりますか、アメンボとメダカ。豊かですね。僕が放流したクマンチョエビはどっか食われたかなんかだと思います。うお、綺麗。さすがこの宴、これは日本のバラです。宴、このうちの入り口は全部日本のバラにしたんですよね。
向こうの宴は もっと小さい。これで5年ものだと思うんですよね。ちょっと午前中はできることを全部やっとかないと。こっちの宴はちっちゃいですよね。これ宴、これ宴、これカイドウ。カイドウは花柄を摘んどかないと。カイドウ綺麗ですよね。カイドウでも花柄が汚い。ごめんね、汚いとか言って。こんな綺麗なのが、これはあの今年はコスモスは強制引っ越しさせられたんで。いやー、ナンキラスバックスさん見えません。ラックス未だ姿見せず。しかしなんでかこの子だけがすごい。あ、出てきてる。やっと出てきてる。これラックスだ。ラックス1、2。あ、出てきてる。3。ラックス3。お、4。ラックス4。出てきてます。中で腐ってんじゃなかった。4。ダメ。ダメ。ラックス4まで出てる。つっても50鉢ぐらいあるはずなのに。4はひどすぎる。出とらん。でも4つ出た。ということは全滅は免れたってことですね。4つ出ました。あ、みかん。これ収穫せんと。みかん。わ、すっげえ葉っぱがハゲっぱになってきましたね。イチジク、イチジクなり放題。あ、でもやっぱカウコウも食ってる。あいつらでも多すぎて。これ食ってるでしょ、これどう考えたって。うわ、イチジク、この子は優秀。お利口。もうなり放題ですもんね、あっこまで。いやいや、引っ越したコスモスも元気ですね。君たちも頑張ってくれてまい。ここも寂しかったのが少し花を迎えて。ラックス、あ、それとラベンダーの剪定をやったんですよね。ラベンダー、ラックス5個目。ラックス、ラナンキュラスラックスですね。出てます。お、ドンファン1号復活。ドンファン1号復活。やっぱりマーガレットですね。マーガレット、マーガレットくん頑張ってくれたまえ。コウコさんも綺麗なピンクが、うわ、いっぱい咲いた。すごい。ちょっと
一軸は負けるんで。ありゃ調子悪いですねこれ。ドンファン、いやいや、まあまあとだいぶ復活というところでしょう。しかしこの子はひどい目にあったんで、なかなか復活して、つうか枯れ込んできてない？やばいかも。地植えかな、地植えかもわからんですね。今日はだから球根を植えて、そしてできればこのレモンのこれですね、これを土を変えてあげて、そしてバラの剪定を終えると。剪定したやつをもう挿し木にするのやめようかな。だいたい失敗してるもんね。量を多くして実り少なし、こんなの挿し木にしたって植えるとこないですもんね。やめようかな。じゃあごきげんよう。プリンセスダイアナで。